I appreciate 高梨いつきです。フェリーゴトマザーズメソッド15色の才能、人は誰でも価値不遂4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。3月26日のダイジェストです。26日午前中はルーティンと料理、午後は掃除と占い、夜はルーティンと動画編集と見積もりに出かけました。タイムラインは LINE ブログに上げていますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ筋トレ、目の運動ウォーキングが6483歩、ゆとりさんとマリネさんで踊りました。オレンジ色がルネさんのインスタグラムのリミックス用の動画に合わせて歌いました。黄色が動画編集とブログ、黄緑色の拡散がツイッターとフェイスブックと YouTube、 ノートとホームページとアメーバーとブロガーで拡散をして LINE ブログに2期のタイムラインを上げています。あとは水色が計画ソア教室の青写真、それから、青色が暗記暗唱、紫色がタロットカードと占星術と、石ゆかりさんのデイリー占い、ピンク色がメイク、フェイスマスク、オーラルケア、気象の身だしなみを整えて誰かを褒め感謝を捧げ自分を愛して褒めました。薄だいだ色がお料理、皿洗い、洗濯、整理、あと寝る前の整理整頓ですね。はい、黄土色が両学長さんのライブ、あとはないかな。はい、茶色が漫画、黒色と灰色がなくて白色が掃除、断捨離のりとお経六方杯、ポジティブワードの音読、お祈り、スマデラさんで読経しました。今日は何色の才能を集中的に育ってたかということで、家族で食事をしたり団らんをして水属性ピンク色の愛の才能を育てました。占いのモニターさんに来ていただいて水属性紫色のサイキックの才能を育てました。料理をして水属性薄だいだ色の共感力の才能を育てました。水属性揃い踏みっていう感じです。でも、火の属性の運動もしましたし、風属性の拡散もやりましたし、土属性の見積もり、買いたいものの見積もりっていうのもやったので、まあまあいろいろ、バランスが取れている感じでしょうか。今日の自分観察ということで、家族で食事は当たり前のことだけれども、当たり前じゃないありがたい時間だと思います。穏やかに楽しく食事ができる幸せに感謝します。本当に私不機嫌を撒き散らすタイプの人間だったので、で不機嫌を撒き散らしてなくても、こう人を心配するようなふりをしてっていうわけでもないんだけれども、こう心の中で不満を述べるっていうのが得意な人間だったので、心の内も口から出てくる言葉も穏やかにご機嫌でいるっていう状態にできるようになったのって本当に最近なもんですから、そのことをすごくありがたいなというふうに思っています。
レオ様が帰っていくのを見送りました。いつもたくさんの幸せをありがとう。愛しています。また会える日まで元気でいてくださいね。と占いのモニターさんに来てもらって鑑定をしました。今日は特に15色の才能について占いました。モニターさんご自身にもタロットを持ってきていただいて、才能を開花させる行動を組み立てていく作業をしました。とても楽しかったです。あっという間の3時間でした。貴重な日曜日の午後の時間を私のために使っていただき本当に感謝しています。ありがとうございます。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキッソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの極まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。